はい、時間がないですね。時間がないですね。24時間しかない。時間がないんで、洗車してる時も動画で撮るしかない。時間ないですからね。そう。まあ、洗車してる時動画撮ってるのって日本探しても、多分僕ぐらいじゃないかなと思うんですよね。でも、みんな24時間なんですよ。そう。みんな時間がないっていうね、言い訳、まあすいません、言い訳だと思うんですよね、これは。みんな24時間しかないんで。まあ、100歩譲って、1000歩譲って、1万歩譲って、なんだ、洗車してる時に動画撮ってて時間ないですって言ってる人がいるんだったら、あ、時間ないかもしれないですねって言いたいですけどね。 まあいないんでね。時間がないって言ってる人は洗車中動画撮ってない。時間あるやんとね、洗車してる時間あるやんな、何してんの、ぼーっとしてんのみたいなね。 だからね、ぼーっとしてる時間が多いんですよ、みんな多分。まあ隣の人も洗車してますけど、まあ動画撮ってないですね。動画撮ってない。まあ限られた時間しかないんで。だからね、なんかね、誰かが言ってたんですけど、なんか死んだらずっと寝れるじゃんみたいな。死んだらずっと寝れるじゃんみたいな。ね、いっぱい寝たいんだったら死んでから寝れやみたいな、なんかね、ラッパーだったかな、なんかあったんですよ。まあ、確かにそうだなと思うんだけど、寝たいですよね。確かにそうなんだけど、寝たいっすよね。それは寝たい。だから睡眠をちゃんとしつつ、なんかやるんだったら、隙間時間になんかやるしかないんで、ね。睡眠時間を確保しながらなんかやっていくんであるならば、まあ、こういう時間もね、なんかやっていかないと。この動画に意味はないんだけど、行動に意味があるんですよ。多くの人は動画に意味をもたらしたいわけじゃないですか。僕はもう動画に意味はないんですよ。この動画に意味はない。何の意味もない。ただ行動していることに意味があるっていうね。みんなやってない時にやってるっていう行動に対しての意味付けですよ。まあ、みんなやらないですからね。ほんとやらない。本当にやらないですよ。マジで。そう。まあ別にいいんすけどね。僕の人生ちゃうんで、僕は自分の人生変えたいし、変えたいというか、現状維持したいですね。この自由な生活を。自由すぎる人生を、エンジョイしたいので、頑張ります。なんか会社で嫌な仕事を頑張るより、すごく有意義だと思いますけどね。まあ自分で稼ぐのもね、なんか嫌なこともやっていかないといけない部分あるんですけど、ただ会社で言われたことね、なんか言われて指図されたことをやるよりかはいいと思うんですよね。磨きます。